しいですか。お願いします。じゃーん。はい、カレーでございます。カレー。名付けて勇気の勇気カレー拍手。カレーになっちゃった。勇気の勇気カレー。カレーを。あの好きなんですか。これはですね、はい、私のこだわりの一品なんですけど、勇気の勇気なんてあんま生優しいカレーじゃないんですよ。これ勇気の、はい、あの完全無農薬勇気カレー、添加物ゼロって言ってほしいですね。もう本当にゼロ。はい、素晴らしい。もう野菜と、はい、有機栽培のオリーブオイルと、ヒマラヤの 2000m 下から掘り上げた岩塩と、それからトマトピューレと、はい、あのフレッシュトマトと、それだけで作ったものです。食べてみたい。食べてみてください。盛り付けていただけますか。これ2つしかかないよ。あら、1つあの差し上げますから。あ、いや、いいですよ、2人食べてください。ね、手前味噌になっちゃいますからね。うわ、うわ、なんかあの、あんまりこのとろみあります。水分がない感じの、水分がないっていうかね。いや、ていうかこのとろみがですね、普通は、はい、あの小麦粉でつけるわけですね。小麦粉とか、それからあのパームオイルとか牛脂とか豚の脂みたいなもので、とろみをつけたりするんですけど、これ完全に食物繊維です。野菜だけで作った。お野菜そのもののとろみ。はい、これ一切あの小麦粉のつなぎとか入ってないです。小麦粉入れてないんですか。小麦粉ゼロです。あの本当に野菜と、それからあの、有機栽培で育ったあの本当にスパイスしか入ってないです。じゃあカレーはスパイス、あ、カレーって小麦粉が入ってると思ってました。小麦粉を入れるのは邪道です。邪道、はい、なるほど、邪道でございますか。はい、でこれはですね、はい、本当に完全にあの無農薬で有機栽培とプラス在来種のものとですね、はい、無肥料栽培で育った野菜が、はい、結晶になってます。愛の結晶です。あの愛の結晶だから、はい、それと、もう一つ自慢できるのは、はい、お米は私が芝川町で作ってる合鴨農法で育ててるお米です。お米も作ったの。はい、お米も自分で作ってます。あら、ちょっといただいても、いただきましょう。でですね、 50% だけ精米して、はい、で、五分漬きの状態になってます。ちょっと茶色いあのお米ですよね。白米でございますよね。あ、美味しそう。いただきます。うわ、やった、いい香り、すごくいい香りが、もうさっきからスタジオにですね、もうガラムマサラとかも全部自分家で炒って、少しずつあの、冷凍してですね、いっぱいいっぱいその香りを大事に。野菜だ、野菜だ、野菜だらけですよ、これ。ご出身はインドですか。はい、実はネパールで。うわ、すごい、これ何が入ってますか。もうスパイスが20種類ですね。あとはあのスパイス20種類、はい、で約20種類ぐらい。20種類も、はい、でもこれも全部あのちゃんと証明書付きのオーガニックの。野菜はこれ何が入ってるんですか。野菜は普通の人参と、はい、それからじゃがいも、玉ねぎですね、うん、これお野菜の粒がですね、たくさんあって、粒、はい、これは初めていただきました、こんな本格的な。ありがとうございます。本当にスパイスの香りがして、あの、なんだろうな、もうあなた半分ぐらいないじゃないの。いろんな狙ってる人が今日たくさんいますよ。大丈夫ですよ。じゃあ、その、有機野菜は何種類ぐらい作っておられるんですか。いや、もう何十種類ですよ。もうあらゆるものを作ってるので、とりあえず皆さんが普通に食べて口にの中に入る季節野菜は全てやってます。レタスとかキュウリとかナスも作ってらっしゃる。ナスも作ってるし、トマトも人参もじゃがいもも大根もカブも、小松菜もほうれん草も、こいつも全て入ってる感じですね。ピーマンとかもいろんなもの、ピーマンもコーンも、うわ、と里芋もじゃがいももさつまいもも全部作ってます。皆さん届けれました。わからない、わかりませんね、もうね、すごく、もう本当にじゃあ全部ご自分で生活できますね、すっかり。そうですね、今食糧危機になって一番強いのはうちかなって思いますね。今からよくしといたらいいですよ。本当ですか。その時には面倒見ますから、ね、ついていきます。だってまさか一人でお作りになってるわけじゃね。あのほぼ一人でやってますけど、ただあの私今カフェをやってるので、カフェ の, あの従業員とかもあの手伝ってもらって一緒にやってもらったりとかしてます。私がいなくなっちゃう時もあるので、やっぱりあのなんか作ると人に食べさせ
ってあげたくなりますよね。これはそうなんですよ。それでカフェを始めたんですけど、食べに行きたい、まあ、毎週でも毎週でも食べに行きたいです、はい、これありがとうございます。すごく美味しい。あ、嬉しい。カレー大好きなんです。こんな美味しいカレー本当に。でも本当にね、カレーを一回お皿洗っていただけると分かるんですけど、はい、やっぱあの油を取るのが皆さん絶対苦労しますよね。結構ひどいね。あの油をやっぱりあの肝臓があの綺麗にするためにかなり疲れちゃうんですよ。肝臓でフィルターかけるでしょ、浄化するので。 うちの、 あのカレーだとですね、もう水で本当にあの洗うだけでスッと落ちます。やっぱほとんど野菜 で、 ちょっとね、はい、今あのこちらのお写真をご覧くださいませ、はい、こちらが工藤ゆうきさん宅でございます。これアメリカじゃございません、はい、アメリカのもうなんかハリウッドのお家みたいですけど、富士山、ここに富士山が後ろに見えてて、これあの、ご自宅なんですけど、なんかご自身でも、かなり手を加えられたというか、建てるの手伝われたんですって。はい、もうかなり手伝ってますよ。今日ね、写真をなんかお借りしてるんですけど、はい、ちょっとご覧くださいよ。これ工藤さんです、はい、女優です。矢印します、女優。これ何してるんですか。あ、これはあのデッキ、まだ新しいな。もうすでに懐かしい、これも、はい、もう懐かしいですね。自分でこうやってドリル持って、はい、微数値してます。あ、微数値をしてらっしゃるんですか。はい、何でもこうやって自分でやっちゃう。そうですね、今のカフェの内装も全部自分でやってますし、はい、それから3階の部分になる内装は全部自分でやってますし、はい、もうかなり床張ったりとかですね、壁塗ったりとかいろんなことやってますよ。それもアメリカ時代にやっぱり、はい、こうご苦労の時代に培われた。いや、暇だったんでやることがなかったんで家直してたんですよ。土地転がして、嘘嘘。そんなことだ。わ、素敵なキッチン、今のお家ですね、これ。はい、そうですね。この辺もなんかご自身でなさったんですか。あ、このタイル張りちょっと手伝わせていただいたりとか、それからあのここら辺のあの。あのカウンタートップ の、 あの研磨をするのをちょっと手伝ったりとか、すごいですね、はい、あとあのキッチン の、 あのデザインとかもオリジナルでやらせてもらったりとか。そうです、なんかすごいです。あのすいません、こんな短時間で食べちゃったんですけど。よく噛んでいただきました。早食いいけませんからね、よく味わっていただいて。こんなに美味しい野菜カレーは本当に初めてです。今まで僕はカレーといえばでっかいお肉の塊が入ってるものと思ってる。肉なくても大丈夫。野菜の旨味といいましょうかですね、本当にあの細かく手をかけて綺麗にこう刻んでらっしゃる、よく分かってですね、すごいですね。感動で涙とよだれがたくさんあるので。そうでありがとうございます。先輩食べ、先輩食べた方がいいですね。美味しい、最高の。いただきます。実はね、ここにお椅子がございまして、はい、後でおかわりをいただきたいと思います。全部いただくんじゃないか。ありがとうございます、本当に。うわー、すごい。でもなんかあの、はい、全然また違うこうステージに進んでおられる工藤さん、いやこれからまだまだ目が離せませんね。また新鮮な思いで拝見しました、ね、はい、後ほど皆さんの質問に答えていただきたいと思っております、はいはい、お願いいたします。この後はニュース解説でございます。